はい、こんにちは、マクワタンです。今日はね、巻き寿司、細巻きと裏巻きを、生魚抜きでね、作っていきます。椎茸とかね、卵焼きとか用意しておきました。まずはお米から。お米研いでいくんですけどね、まずね、最初に張った水はすぐ捨ててください。これ汚いのでね、臭い水なので。で、軽くね、2回ぐらいね、優しくお米潰さないようにね、研いであげて、水を切って5分ぐらい置いておきます。で、水加減はね、普通のお米炊くときより若干少なくしてください。で、お米はちょっと粒の大きいものがいいです。うちはね、イタリア産の、夢錦っていうのを使ってます。日本だと、宮城県の笹錦とかがね、お寿司に向いてます。はい、きゅうり適当にね、ザクンザクンと切ってもらって、こんな感じ。はい、これね、ちょっと赤みが欲しかったから、ちょっとラディッシュですね、なんだ、あしらいに使います。こういうのをね、ちょっと横にポーンって置いてあるとね、こんな感じでいい感じになるんじゃないでしょうか。で、これ赤玉ねぎをスライスしてますね。これは今日は何に使うのでしょうか。はい、この缶詰、ツナ缶ですね。この赤玉ねぎにツナ缶入れて、マヨネーズ、ツナマヨってやつですね。ここら辺もなんかお好みのものでいいと思います。塩コショウを軽くしてもらってね、お子さんいるとことか、コーンとか入れてもいいと思いますよ。どうでしょうか。美味しいらしいです。はい、お次ね、煮椎茸出てきましたね。これね、今日うち干し椎茸使って、水で戻して、水、みりん、醤油、砂糖で甘めに煮ました。はい、お米炊いてますね。はい、寿司酢用意します。今回ね、お米 1.55 に対して米酢が 50cc、 砂糖大さじ 1.5、 塩が大さじ 0.5。 これね、2合分の分量もね、説明欄に書いておきます。はい、お米炊けました。いい感じです。お米ね、蒸らし時間ね、普通のお米より若干長めにしてください。10分ぐらい。で、お米開けていくんですけどね、この宮島しゃもじ使ってね、側面を書いて、ちょっと優しく優しく入れてあげてください。なるべくお米潰さないように。でね、寿司酢をバーッと入れてもらって、切るようにね、お米の粒を潰さないように、ほんと切るようにパッパッパーっと、これ結構ね、ノンカットでいきます。もうね、ここの最初のね、1分ないぐらいが勝負です。潰さないようにさっさっさと、ダマがあったらちょっとついていく感じで、なるべくね、お米を潰さず切っていく感じです。こんな感じでね、もうほぼほぼこれで完成。ちょっと周り拭き取ってもらったらね、もうこの最初が一番肝心です、寿司飯は。今日寿司置き使ってるんですけどね、ボールとかでも全然大丈夫です。で、ここでうちわでパタパタね。これね、あくまでも寿司飯を冷ますっていう意味じゃなくて、このね、空気に当てさせると、シャリがね、ちょっと輝いてくるんですよ。張りが出てくるのね。だからそんな仰ぎすぎない。表面ね、はたき終わったら裏返してあげてね、全体的にね。それでもう一回裏面もね、はたいてあげてね、うちわで。それでね、ツヤを出してあげます。ツヤが出て、米の粒がね、芯が何だろう、強くなってね、口に入れた時にね、ほろっとほどけるシャリになりますので、これやってくれるとね。で、ある程度ね、はたいたらちょっと軽くほぐして、また最後に軽くだけね、はたいてあげます。あくまで軽くはたく。寿司飯ってね、人肌ぐらいが一番うまみをね、強く感じる温度なのでね、それぐらいにキープしてもらって、布巾をかけてもらってね、これでね、10分ぐらいこなれさせるといい感じに寿司飯の完成。はい、チャンネル登録まだの方はぜひね、ポチッとお願いします。はい、まず細巻き巻いていきます。巻きすね、これね、つるっとした方が上に来るようにしてください。で、海苔はね、つるっとした方が下に置いて、で、手に水をある程度なじませてもらって、シャリを取ります。どれぐらいだ、雪だるまぐらい。で、ちょっとね、敷いていきます。敷いていくんですけど、上のね、海苔1センチぐらいちょっとね、スペースを空けておいてください。で、指先を使ってね、下に向かってシャーシャーっとね、これね、脇まで、端の方まで、均等にね、米が詰まるように。で、あんま詰めすぎない、押しすぎないね。ちょっとね、空気が入るぐらい、ちょっと見てわかるかな、米の隙間がちょっと空いてるんですよね。これぐらいが理想で、この巻いていくんですけど、ちょっと具を押さえながらね、この先ほど開けといた1センチのところまでまず来ます。そしたらね、ここのところにちょっとね、指先にね、水をちょっとつけてあげて、海苔みたいにしてあげるんですね。この1センチ空いたところを一番下にしてあげる感じで、一回ここで締めます。そうするとね、こんな感じでもう巻けてるんですけど、ほぼほぼ。あとはね、もう簡単に形を整える、力あんま入れずにね、ちょっと
両脇をね軽く締めてあげて、でねもう軽くちょっと形整えるぐらいの感じで潰さなければね、こんな感じで細巻き完成します。いやーこれ美味しそうですよね。はい、お次裏巻きスタイル。さっきの米よりねちょっと多めの米を握ってもらって、今回はね巻き使いません。最初はね、でちょっと伸ばしていきます。全体的にね、のり全体に伸ばしちゃってもらっていいです。裏巻きね、ほんといろんな巻き方あるんだけど、ちょっとね家庭でできるような巻き方に今回はしてみました。全体的にね、のり全体的にこうビシッとやってあげれば、ここで裏返す。で、ここで具材を入れてあげますね。ツナマヨですね、とりあえず。で、これすり身。これね、このすり身、ロシアスーパーで買ったすり身、美味しいです。今話題。それからパプリカね、これも入れてもらって、ちょっとねぐーっと端の下の方からちょっとずつちょっとずつ巻いてあげる。で一周できたらもうここで止めてもらって OK です。でラップをね1枚用意してもらって、こんな感じで覆いかぶせてもらって、その上からこいつです、巻き巣をねちょっとぐーっと四角になるようにねぐーっと押してあげます。で開けますね。そうするともうだいぶ形整ってるんですけど、これだとまだ若干弱いのでね、一回剥がしてちょっと向きを変えてね、もう一回ラップしてもらって、で端の方がね結構ブヨンブヨンってなるんで、端をねちょっと締めてあげます。こっちも締める。でもう一回開けてもらって、であと1回ぐらい締めればね、もうこんな感じで裏巻き完成しました。美味しそうです。切ってきます。まずねこれ包丁全体的に濡らしてもらって、真ん中切って、であとは1回、それから2回、こんな感じで細巻きは切れましたね。どうでしょう、カッパ巻きでございます。きゅうりです。はい、こんな感じ。美味しそう、お寿司屋さんだ。はい、裏巻きね、これもまあ基本的には一緒、切り方真ん中落としてね、で6等分か。これね、海外だとね8等分とかにするお店とかもあるんですけどね、それね家庭でやるとね結構難しいんで、6等分ぐらいにしてあげるとね結構ボリュームもあって美味しく仕上がるんじゃないでしょうか。はい、こんな感じで裏巻きどうでしょう、美味しそうですよね。はい、こんな感じで盛り付けちゃいました。これは美味しそうだ、今から食べていきます。はい、こんな感じどうでしょう。わさびをねまずつけてもらってね、ほいっと、はい、綺麗に巻けてますね。これ美味しそうだ。醤油につけてね、いただきます。はい、どうでしょう。これはね裏巻きの方のツナマヨと、カニカマ、パプリカですね。これね本当海外だとこういうお寿司いっぱいありますよね。美味しいんですよこういうのって。これカッパ巻き、カッパ巻きもこれ綺麗だな。シャリの感じもねいいんですよ。パラパラーっとね口の中でほどけて、これは間違いなく美味しいですよ。これね、やっぱビールを今日もいただいちゃいますよね。はい、じゃあいただきます。どうでしょう。ビールがふむつってね、生魚苦手だったりね、お子様だったり、パーティーなんかでもね、喜ばれるんじゃないでしょうか。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。以上です。